インターネットレディオ GoodAir.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ ケンタロウ中村 1,2,3 GO!夏も近づく88夜野にも山にも若葉が茂る。おおいおいおい、こんにちは、2時間に1本動画更新、どうも中村健太郎です。いやーちょっとね、もうそろそろ5月かと思うと、まあ、お茶の季節だなーなんて思っていたところなんですけども、いやーもうすぐねやってまいります、5月1日いわゆる88夜でございます。お茶摘みですね。もうね、早いもんだなと思うもんですけども、まあ皆さん当然ご存知の通り、九州といえばお茶の名産地ですよね。これね、なかなかね、ご理解されてない方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、九州って実はですね、むちゃくちゃ全国有数のお茶どころなんです。で、例えば福岡県に行きますと、八女茶というのがありますね。八女茶というのは日本茶生産高全国ランキングなんと6位。しかもですね、玉露に関してで言えば全国ランキング1位なんです。すいません、1位なんです。九州最高そうなんですよね、まあ、福岡県に住んでたら、まあ、誰でも一度は飲んだことがあるやめ茶ですけど、まあ、その濃厚な甘みと強い旨味がね、またいいところで、渋さがあんまりないっていうのが僕の個人的な印象なんですよね。でもとにかくね、やめ茶はうちのいとこが住んでるんで、よくねいただいたりとか飲んだりする機会が多かったんですけれども、確か室町時代にね、宋のお坊さんが八女の霊源寺っていうところを建立いたしまして、まあ中国から持ち帰ったその種種子をもとにお茶の栽培を伝えたっていうのが由来になってるんだそうでございまして、すっごい歴史もね長いんですよ。八女茶として確立されたのは、まあ、大正時代に名前がね、付けられたということなんですが、まあその今でも名品として知られる八女茶がまずございます。で、福岡の八女茶があるかと思ったら、今度は鹿児島の知覧茶ですね。いやー、これもね、鹿児島県のまだ南九州市にあたるところですが、まあ知覧茶、こちらもですねあー申し訳ない、もう言っていいのかな、本当九州以外の方本当ごめんなさいね。生産高なんと全国ランキング2位です。いやー、静岡だけじゃないんだからね、お茶はね。で、この知覧茶、これね、意外とね、僕知られてないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ飛行場があったりとかね、することもあってご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、鹿児島県は静岡県についてとにかく全国2位の日本茶の生産高を誇っているわけであります。中でも、まあ、その代表というのが知覧茶というふうに言われています。まあ、その市町村単位での生産量で言ったら、なんとね、知覧茶って全国1位なんですって。これもすごいでしょう。結構ね、知らない人が多いんですよ。で、知覧茶も確か歴史はですね、鎌倉時代平家の落人が始めた、まあ、お茶の栽培が起源というふうに言われているんだそうでございまして、まあ、その鎌倉時代平家の落武者、彼らが作ったといえば僕のご先祖さんってことですねそうなんです、僕も平家です、こんにちは。多分僕の祖先はね、宮崎県のメラっていうところに落ち延びて、そこで暮らしていて、そこから、人吉っていうね、熊本県の人吉っていうところに、まあ、移り住んだというふうに言われていますが、まあ、それを証明してくれていた東大の教授も、お亡くなりになりまして今では言わなきゃ誰も信じないという、まあ、一応神社は2つぐらいあるんですけどね。で、うちのおばあちゃんまではずっとですね、もともとうちの本家が駒田家っていうのがあって、おばあちゃんが久保田家っていうのがあって、で、久保田家は平家の家来衆で、駒田家がまあ本家平家の血筋ですよね。で、この駒田家と久保田家だけでずっと結婚しながら、まあ、血をつないできたっていう、まあ、歴史も実はあるわけでありまして、ちゃんと平家なんです、こんにちは。そんな平家が作ったお茶、まあ、伝えたお茶ということで、知覧茶、ぜひ皆さん覚えておいていただきたいと思います。で、最後にご紹介したいのは、よくほら何もないなんて言われ方をする佐賀県ですよ。佐賀県ってね、本当にむちゃくちゃいろいろあんだからね、呼子のイカが佐賀だっていうこともよく分かってない人がたくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、全国ランキング8位でございます佐賀県の嬉野茶、
こちらがございます。まあその貴重なですね、玉露茶っていうんですか、たまに緑のお茶、まあ、これがねすごいね特徴なんだそうでありまして、全国の茶葉の中で 4% 程度しか作られていないって言われる、まあ、玉露茶、っていうのが、まあ、特徴なんだそうでございます。でね、あの正直ね、正直ですよ、嬉野茶ってめっちゃ高いんですよ。だから僕ねあんまり飲んだことはないんですけれども、嬉野茶っていうのはあの釜入り、お釜に入れてね、お茶っ葉をこうやって、煎る、作業があるじゃないですか。なんとあれを最初に始めた発祥の地として知られているんです。まあこれも皆さんご存知なかったかと思うんですが、そういうわけで、ご紹介をしてきました。やめ茶、知覧茶、嬉野茶、他にもいっぱいあるんですよ、九州にはお茶が。ということで、九州がお茶の名産地であること、お茶どころであること、ご理解いただけましたでしょうか。そんなあなたに、お茶好きなあなたにご紹介したいのがですね、なんと5月1日88夜、ね、に最大1000人でZoom というビデオアプリを使った新茶で乾杯イベントが行われるそうでございます。うちでお茶の門実行委員会っていうのがありまして、2020年の新茶シーズン幕開けを記念して Zoom による最大1000人のオンライン新茶で乾杯イベントが開催されます。開催日はもちろん5月の1日、時刻はですね5月1日金曜日の正午、お昼の12時からということになります。88夜の当日ですね。いつもなら全国各地で新茶イベントが盛り上がるこの時期なんですけれども、今年はまあ新型コロナウイルスの感染、これがね拡大防止のためにみんなステイホームってことになってるじゃないですか。まあそういうことで、まあ、今回は Zoom を使ってみんなで新茶イベントをやろうじゃないかということになったんだそうでございます。時刻がお昼の12時から1時までの間、2020年5月1日のお昼の12時から1時まで、オンライン上 Zoom 上で、世界同時に新茶で乾杯と。1000人限定だけど世界同時にってことが熱いですね。世界初、最大1000人による新茶で乾杯、チャイチワークス市川店長の日本茶ミニワークショップや、各お茶の産地の、お茶農家さんによるオンライン茶畑レポートなど盛りだくさんの内容になっているそうでございます。で、あの準備しなきゃいけないものはもうお茶だけ、新茶だけ、なんだそうでございまして、こちらの申し込みがですね、なんと今日4月29日の、深夜0時まで、23時59分まで、定員1000名に達するまで募集をしているそうなんですね。なので5月1日お茶が好きという方、そしてお昼の12時から1時まで空いてるっていう方、もしよかったらいかがでございましょうか。参加方法をご紹介します。まずは Facebook またはインスタグラム覚えたよ、さすがに。インスタグラムでシャープハッシュタグっていうんですか、ハッシュタグにうちでお茶飲もうのタグをつけて投稿をしてください。事務局より DM にてイベントの参加 URL が送られてくるということになっているそうです。でそこからアクセスして参加ということになりますので、ID とパスワードに関してはこちらでね、ゲットをしていただきたいと思います。まあ呼んでもらえるかは分かりませんけど、僕もこの動画のね、まあ、Twitter じゃない Facebook か Instagram か、で、まあ一応、うちでお茶飲もう発信してはみようかなと思いますが、そんなに暇ではないので僕はこの時間は無理かな。でもぜひ皆さん、うちでお茶飲もう実行委員会、こちらで、実施されますので、今回はアドレスとか何にもご紹介はございません。あくまでハッシュタグうちでお茶飲もうのタグを使って参加したいという方はですね、何かお茶に関する話題を投稿されてみてはいかがでございましょうか。というわけで今日は九州のお茶の魅力ご紹介いたしました。ぜひ皆さん九州のお茶飲んでみてくださいね。以上です。後席。打ち勝つその日まで路上じゃ。 Thank you for your listening. Good Air.com.
Stay tuned。 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオ Good Air の YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。